ようこそ増山超能力者事務所へ。超能力お願いします。お願いします。どいつもこいつも都合いい時だけ求めてきやがって。生き物ならどんなものでも探します。落ちろって願うのやめてもらえます？ボリュームもあるんだ。ご依頼というのは息子さんの捜索で。俺が送られてきまして。犯人の要求が現金1000万。身の代金1000万円。そっちの仕事は結んだのか。証拠を掴んでいる。超能力。超能力があるってそんなにいいもの？不器用な力で苦しんでるのは一人じゃない。同じ超能力者ならあの子の気持ちわかるでしょう。生きてちゃいけないんです。超能力で人生を救え。お兄さん超能力者なの？また私たちに隠し事ですか？じゃあ僕は勝手にやるね。不純ですよ。またタンポポ？超人気シリーズ増山超能力士事務所、いよいよスクリーンへ。なるほどね、これは楽しめそうだ。増山超能力士事務所劇場版は恋の味。所長、ツチノコの探索依頼ですけど。めんどくさいなぁ。